ナイピなのにこんなにずれる。ちょっとボール何個分だよ。アウトハイからあそこまで曲がるって。縦にボール5つ分、下にボール4つ分、それぐらいずれてるわ。はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ドラミです。暴れ玉もしくは荒れ玉街道ストレートで、まあ、どこまでいけるのかということで、ストライク数が多くなるかボール数が多くなるか頑張って投げていきたいなと思うんで、また応援よろしくお願いします。やってきます、お願いします。本当にそろそろダウンドジョン当てさせてください。涙の数だけ強くなれるよ、ダウンドジョン。ようやく抽選箱を使わずに来てくれた。涙の数だけ強くなった。これだんだん心がいや沈んでいくんか。それキクドアイラは1/3ナイス。スルメでも OK、 乙女と水無月コンボもある。バーンプ怪物キュウリナイス。流れが来ている。抽選箱来た。何これ、追加報酬抽選箱確率 5%。 いやこれでもう確定でしょ。半回戦花丸かギガバイツどっちか来るよ。さあどうや、花丸どうも、ギガバイツどうも。うわー、これどうしよう。キャッチャー A、 ギガバイツ行くか。ギガバイツ行きます。一生のお願い大地くんが本当に可愛い。ありがとう。掘りすぎくん人形獲得。筋力30。いやちょっと待って、めっちゃ怖いんやけどこれ。うわー、追加報酬抽選箱も当ててるし、何これ。街道暴れ玉、筋力合計60ポイント、ありがとうございます。素晴らしい素晴らしい。いやーもう予言通り天城スカウトできました。これで天城と雲海コンボが確定です。なんこれ、まあ、ここは掘りすぎくん人形とミートアップガム絶対と。北山投手いけますかね。で敏捷ポイントと精神ポイントのみが 1.69 倍ボーナス。よし、だいぶ経験点いいペースやよ。大ピンチだなこれ。あぶねえ、ナイス。変化球だったよね。 V スラーのフライアウト、超絶ファインプレーじゃん。熱盛、いや金倉熱盛ありがとうございます。ナイピなのにこんなにずれる。ちょっと待って、ボール何個分だよ。アウトハイからあそこまで曲がるって。縦にボール5つ分、下にボール4つ分、それぐらいずれてるわ。7回操作きました。暴れ玉強い、怪物級持ってるかのような広角打法なのに。いやオッケーオッケー、これ入らない。おぶねえ、ナイス。ただ普通に危険ですね。ここパワフェスチャレンジャーズピンチを迎えます。さあ雷、すべての音に集中を始めます。第2球はずれすぎ。なんでアウトコース低めに構えたところナイピでそこまでずれるんだよ。ボール何個分だ、縦も横もボール5つ分くらい本当ずれてない。サンダーピッチング頑張れてる。やめろってマジで。はい、やられました、完全やられた。また荒れ玉に心やられました。そうだね、まず同点に必要。メンタル負けてる。強く
も追い込まれました。さあ外してくるのか。あぶねえ。もうメンタル負けてた今。ああなんとか戻せました。いやもうほんと怖い。ああもうデータが追い込まれてのミートカーソルを大きくする。もうその時点で心が負けてさ。エラー以外のエラーフォアボール以外の1点で勝てる。よっしゃということで、ああさよならヒット、筋力3ポイントオーバー、ありがとうございました。ああ筋力3ポイントオーバーで経験点マックス。ジャイロのコツがレベル2。ラミーちゃんさらにストレートの質を上げてくれる。ジャイロボールフェスティバル、熱盛ベイ、ありがとうございます。暴れ玉、はい、ということで暴れ玉チャレンジ、ストライクが入るかどうか、これ頑張っていきたいです。調子マックス主人公、ストライク入るかな。アランセンめっちゃ外れたもんな。さあ行きましょう、主人公6イニングチャレンジいきます。荒れるストレート。ナイピ、ナイスキャッチ、1球アウト。ナイピなのに今度全然ずれなかったぞ。どういうことだ、さっきはボール5個分横にも縦にもずれたのに。まあ、ストライク率は1分の1ですね。今度真ん中行ってるじゃねえか。いやーベンチでやんすって。ナイトメール、打撃力やナイトメールの方が上なんで、ナイトメール出塁してダイソーでやべ、これいい使い方なんじゃない。忘れていたわけではないでやんす。実際は忘れてました。いや北山さんナイス、ジエンゴ、よし同点いくぞ。リモコンと絶好調ドリンクで一気にね、滝本さん絶不調から絶好調、調子の何段階アップ5段階アップですか、調子5段階アップ引き合ってます。滝本はいける。主人公いいとこ行った、いいとこに荒れ玉が行き、暴れ玉が行きました。ちょっとインコース甘いコースに構えてギリギリにストレート行ってくれた、これは強い、このコースの暴れ玉は強い。ずれすぎだけど、いやまあ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 、結果的にはストライクゾーンの枠のそばに行ってくれた。一球打ち取りナイス。アラン登板で完全に打ち消せる。でもアラン登板させたくない。ああ4点、いやでもここからちょっと入れなきゃいけないですね。てか今日ストライク率えぐくないか。え、暴れ玉ボール玉になったのってゼロ、全球ストライク入れた暴れ玉、そんなずれてない。完投いけるぞ、まだスタミナ半分以上残ってる、7割残ってるスタミナ。絶好調効果、やっぱコントロールそのまま上がったらずれ幅減るんかな。あんなボール5個分縦にも横にもずれるってことないし、さっきのも言うてボール 2,3 個分くらいしかずれてなかったよね、ナイピで。ストライク圧倒してるな、ずっとゾーン内で勝負できてんのか。あのツーランホームラン打たれたあの1球だけじゃん。7回で73球。1イニング11球以下ペース。柴田弾道一もどんまい。あ、うわずもったいねえ、やらかした。ちょっと待って、なんてことをやってしまったんだ。はい、守備寄せてしまった、初めてボール球、暴れ球初めてボール球やっちゃいました。
もうダメだ、ナイピがナイピ暴れ玉がもう無理だ。さあどうあれこれ采配完全ミスってる。おいやめろ、ナックルカーブ捉えるのやめろ。あやべえやつ。よしこれは入った、危ねえ。落合交代させて、しかもアラン君普通に凡退。いやー入らなくなってきたな、このイニングは。3つがボール球か。変化球でアウト取らせてくれ。ナイス。裏側セカンドですね、セカンドショートだけ。ローボールヒッターを信じてくれ、頼む、行ってくれ、超えろ、ナイス、よっしゃ裏がローボールヒッター、ナイス。わあ一気に経験点増えてきた。行こう、あと変化球一人1回のストレート一人2回。宇宙の果て。だー、なんでそんな真ん中にずれんの、ナイピ。いやーど真ん中空振り三振きた。経験点はちょっともしかしたら苦しいかもしれない。最後ストレートの脱三振だったら、ストレートの脱三振だったら筋力が、いや変化球が1ポイントちょっと計算上合わないけど、いける、いきます。ナイピね。もう行こう、ストレートの脱三振取ろう。あー惜しいちょっと待ってその乱数やめようよなんでなんだよマジで、その乱数マジでやめよう、それストライクだろナイス空振り。いや強く信じよう。ずれるんだよな。マジでもうずれるんだよな。オッケー、延長戦いきます。143キロでも空振り取れてる。あいろいろひでえそんなことあるのか、これも。まあでもさすがにね、あれストライクあそこが全てやったかなと思います。インロー、なんであれナイピストライク判定じゃなかったんだ、枠かすってんじゃねえか。はい、ということで乱数ストライク北山紘輝投手作成できました。まあ、最後ちょっと経験点足りなかったけど、もう面白かったんでこれでクリアということにさせてください。ストライクゾーンに行くかどうかは完全に乱数でした。あの最後のあの1球、失点する前のあの1球が入っていればそれを入れることができるかどうかは本当に乱数次第。またよかったらね、この北山紘輝投手パワーナンバーダウンロード、そして高評価チャンネル登録よろしくお願いします。あー乱数すぎた。まあ、でもある意味面白いかもしれん。どこに行くかわからないストレート。
ストライクが取れるかどうか。マジで惜しかったもんな。